今日はあの偶然お二人同じ服ということなんですけれどもなんか10年前に着たり好きだったアイテムとなんか今お気に入りのアイテムをそれぞれ何か教えてほしいです10年前好きだったのは、えー、その当時僕めっちゃ着てたのは「リチュアル・オブ・ルーツ」っていうブランドと「えー、ロッカウェア」「ペレペレ」 えー、あと、えー、あれなんだっけな 68&Brothers えー、あとはまあチャンピオンのパーカー <laughs> 間違いないね <laughs> <laughs> 僕もそうですねチャンピオンのパーカーをかぶってるんですけどチャンピオン10年前チャンピオンとあと「スプリームとかあ,ーあと「ALIFE」Life、ときてました 今は割とそうっすねもうデザイン重視っていうかプラスやっぱこう身の回りの洋服すってるそっちが多いっすね、うん、っ友達の洋服をも,うもらって着させてもらうみたいなのがやっぱめっちゃ多いっすね、うん、最近はちなみに今日お二人が来てんのはどういうソーラスソーラス,ソーラスっていう友達のアレックっていうやつがやってて、まあ、彼はあのライターだったりデザイナーだったりするんですけど彼がディレクションをしてる、えー、ブランドです日頃は MJK って名前であの書いてます彼はそのデザイナーのそのなんか周りの,、あのー、そのそいつ以外にも携わってる人間がいるんですけどこのブランドにそいつらともまあ仲良く,よくしてもらってます今度のパーティーでも彼がライブペイントしてくれるっていうそういう遊びも一緒にそのパーティーも一緒にほんとやれるような連中ですね一緒に盛り上げてくれてますかっこいいと思います